どうもこんにちは、旬ダイアリーメンバーのバラマツです。以前動画に出てくれた大手食品メーカー1年目のノアちゃんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は、入社1年目でちょうど半年ぐらい経ってるので、入社前後のギャップとかぶっちゃけめっちゃ大変なところみたいなリアルなところを伺っていこうと思います。今社会人1年目で大手食品メーカーで営業をしています、佐藤ノアです。本日はよろしくお願いします。お願いします。実際の業務内容について聞きたいんだけど、ノアが今やってること、営業って言っても具体的にどういうことをしてるのか教えてほしいです。業務内容としてはルート営業に分類されて、普段1ヶ月していることが大きく3つあって、1つ目が一番大事な商談で、スーパーのバイヤーの方に新商品やこういう売り場があるって言って1ヶ月2ヶ月ないしの提案をすること、ここが大きなメインの仕事にはなるものの、他はやっぱその仕事のために2つ目が店舗に行って売り場のメンテナンスをしたり品出しをしたり、やっぱり営業が一番店舗に行って実際買ってるお客さんなり競合の今こういうことしてるんやっていうのを調査したり、すごいそこも大事な仕事の一つで、3つ目があとはもう社内業務のところで、もしも資料作りであったり会社の中の報告事項、何お金の支払いや生産とかっていう業務があります。2個目の品出しとかも実際にメーカーの人がやるんだね。やらなくてもいい業務であるけど、やっぱり営業として一番大事なことがバイヤーと関係を作ることなんですけど、店舗の担当の方と実際にこう話を聞いたり締め関係を作ることで、そのお店で困ってることとかもっとしてほしいこと、要望なりも聞けるから、それを作る手段、お店には自分の商品が一番ワンタンで一番綺麗に並んでてほしいっていうのもあるから、やっぱり手に取ってもらえる関係を作りしないといけないっていうより、こうしたいの方が、ちなみに1日のスケジュールってどういう感じで今動いてるんですか？日によるものの、外に出る日だと近くにある店舗1日4店舗5店舗ぐらい回ったりする。私のところだと担当の方が昼からの出勤が多くて、午前中は社内ないしカフェとかに内勤をして資料作りをして、午後から各店舗に回ってこれからこんな企画がありますとか、店舗にさせてもらってメンテナンスをしたりっていうのが一日の流れですか。じゃ結構リモートでやりつつも本社にも行って、あとは外にも出るみたいな、結構いろんなところで働ける場所があります。今半年ぐらい働いてみて、入社前に思い描いてた自分の働く姿ってこんな感じなんだろうなっていうところとギャップってありました？思ってたよりは楽しいか大変だとすごい大変な仕事ではある、外回りってやっぱ思ってるより体力があ、そうなんだ、体力的にも大変だし、会社からと、その店舗の要望からの間の板挟みになるのが営業なんで、打開策を考えないといけないのが大変だなっていう、会社にはこうしなあかんし、でもスーパーをこうしてほしいしっていう、どっちを優先するかとかがバランスが大変なところありますね。それってなんか想像のしようがないもんね、入社前だと。ああ、現場に出て感じるところではある。思ったよりここ面白いなみたいな仕事ってどういうのがあるの？売り場を作るときに、最近クリスマスとかがあったら、自分でクリスマスをイメージした売り場、どうやったら商品が見やすいとか、装飾こんなのがあったらお客さんの目を引けるなっていうのを考えたりして、自分はこうだけど違う子はこういう売り場を作ってたみたいな、いろんな売り場を見れたりして刺激になる。自分が作った売り場で家族とかの方が買いに来て手に取ってもらったときは、よし、それ嬉しい。自分がセットアップした後にまた数日後とかに見回りというか、あ、そうそうそう、話しかけたりするコロナで、今はあ、そっか、はそういうのは控えてくださいって思って、コロナが収まったら店頭とかで回ったりっていうのもある。そういうのもスーパーの方というかメーカーの社員さんがやってる場合もあるんだ。もうある場合もある。1個目の軸のところで理念に共感できるっていうところを挙げてくれた時も、
ですけど、それは入社してみてどうでした？実際には少しギャップはありました。営業の中で上に行けば行くほどリニアを大切にしてる人が多いからこそ、そこはすごいいい会社になって思う反面、実務ってなった時にやっぱ目の前の仕事はその理念を大切にこう自分が判断できてるかっていうと、まだまだできてないところっていうのがあって、24時間やっぱ理念を大切にし続けるっていうところは現実だなって働いてては思います。現実的にやっぱり目の前に向き合いながらなぜやってるのかとか理念は何だっていうところを結びつけるのは結構難しい。確かにそこまでのまだ余裕が自分にないっていうところは大きいですけど、まだまだちょっとできてないところありますね。具体的にまず働き方については、その内定した時は絶対その会社で働き続けるっていうところを前提だったと思うんですけど、それは今でもそういうふうに思ってる？いろんな人と会っていろんな人の考え方を聞くと、一個の会社に縛られず、いろんな会社とかいろんな環境にまだまだ飛び込んでいきたいなって気持ちの方が大きくなりました。めっちゃ大きな変化じゃない？入社前に話した時に絶対ずっと働く前提でっていうのは、結構ノアの中で大きな要素だったと思うんだけど、なんでそこまで変わったの？定年まで働くっていうのが、親の姿を見たこう当たり前の価値観、当たり前のことだと思ってたのが、社会に出ていろんな人に会っていろんな先輩の姿とかを見てると、自分がしたいこととか叶えたい夢とかを見つけて、こう自分をより磨いてる姿に、あ、こういう生き方もあるんだっていうのを気づかせてもらったってところが大きい、心の刺激考え方が変わるきっかけではありました。もう一つ会社選びの基準のところで、なんか内定した時に話聞いた時は大手っていうところが結構重要ポイントとしてあったと思うんだけど、それはなんかどういう理由だったの？最初は憧れ、この名の知れたところに入る憧れと親からの期待入るっていう、こうステータスを持つことに多分憧れてたのかなっていうところが一番大きいです。今そのステータスというか肩書きが手に入ったわけじゃないですか。どうですかそれは？多分入った時が一番満足はしてたんだろうな。働いてるとあんまりそんな、ね、肩書きとか別に感じひんことの方が多いですし、結婚したり起業したり海外に行ったりっていう、今まではみんな学生やったところから各々が自分のしたいことに向かって進んでいた時に刺激を受けて、あ、自分って本当にしたいこととか、これからどんな風になりたいんやろうっていう、この自分の意思、自分の物差しで見た仕事ってどんな手段なんだろうと思って、今までは誰とやるかの方が大事だと思ってたけど、やっぱ自分の人生これから考えると、誰とやるかと何をしたいか何をするかって、もう両方とってもいいんじゃないかっていう、どれを組んでもいいんじゃないかっていうところは結構重視していきたいなっていう変化はありました。じゃあ入社がその時の憧れというか、ここに入るっていうことがゴールとまでは言わないけど、目標にしてたけど、実際入ってみてからはどちらかというとその先で何をしたいか、自分が本当にしたいことは何かっていうのを考えるようにもなったし、大事なポイントなんだなっていうところに気づいたっていう、就活の時はもしかしたら無職になるんじゃないかっていう焦りがあって、私の考えとしては就活生の時は会社に入るゴールと、一生働き続けたい一社でっていう思いがあったから、この定年の60歳の時のゴール2つしか見てなかったからこそ、やっぱ社会人になって定年をゴールを見つけるんじゃなくて、3年目5年目どうしたいかっていうところを大前提、自分が大事にしてた誰としたいかっていうところもちろん大事だけど、何をしたいかっていうその手段ってすごい大事やな、どんな社会を作りたいかって自分で自分の意思を持つっていうのがすごい大事だからこそ、環境よりも手段を重視することは大切にしたいと思いました。最後に今就活をしている就活生に向けてメッセージをお願いします。これから就活する方には、こう自分が3年後5年後どうありたいかっていう、どうありたいかみたいな姿をとイメージしてたら、よりギャップなく社会人生活を迎えられるのかなと思うので、そこまで自分のなんかしたいって思えることに出会えるのが一番いいのかなとは思います。はい、ということで大手食品メーカー1年目のノアちゃんにインタビューをさせていただきました。
なかなかね、会社に所属するとすごく細かいリアルな部分まで話すの難しいとは思いつつ、結構リアルな部分も聞かせていただいたので、ぜひ今就活している人も内定することがゴールっていうよりかは、働いた後実際どんなことするんだろうっていうところとか、それをイメージした時に本当に自分がやりたいことなのかみたいなところまで、なんか想像できるきっかけを作っていけたらいいのかなと思ってます。ということで、のあちゃん本当にありがとうございました。汚い言葉ですが、ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃん。就活会議との自己分析ツール第2弾をリリースしました。約3分間で自分の性格、向いてる職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。旬ダイアリーではキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するようなコンテンツを出していきます。よかったらチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。